オッケーオッケー、とりあえず捕まえようか。最初のポケモンはまあこういうポケモンでいいでしょう。いけ、私のモンスターボール10個あるからね。私10個も持ってる金持ちだ。行こう、捕まえれるか、頼む。うんうんうん、ゲッチュ。今回オメガルビー実況2回目になります。前回の1回目の実況でね、最初のポケモン水五郎をもらってね、そしていろいろと準備が終わりました。今回からね、殿堂入りを目指す本園地方を巡る物語が始まりますよ。じゃあやっていきましょうか。じゃあサラは我がふるさとよ。来てすぐだけど。待って、ピーマン誰じゃん、誰、いきなり大きな声、びっくりしたね。あ、お母さんか。挨拶はしましたよ、私は。あら、可愛いポケモンですよね。水五郎一番可愛いね。アチャモもキモリも可愛いけど、水五郎が一番可愛い。やっぱセンスある。あなたが自分のポケモン持つようになったらなんて、パパが知ったら大喜びするわよ。でも無理はしないでね。何かあれば帰ってくればいいから、すぐ帰る。もう今から帰っていいかな。もうやっぱやめようかな、旅。お母さんと一緒にいたいな。そんなマザコンなピーマンですが。行くよ、今から。ちょっとで、あのね、この別れが寂しいですよね。まあいいや。行こう。レッツゴー。ピーマンくん、またかい。行かしてくれや、お前。と、よく止めるね。これ、お父さんから。なんだって？おう。図鑑ナビが追加された。時間表示されましたね。ポケモンマルチナビのアプリの一つ、図鑑ナビって言うんだよ。いいね。この下に図鑑が表示されることで素早く開けれますよね。そうだ、モンスターボールね、このはるかからもらったんで、じゃあ捕まえようか。早速ピーマンの記念すべき最初のポケモン捕まえるね。自分で何になるかな。ん、何をすればいいんだ。ほんとだ、なんかいるね。あれ、わかりやすいな。あれ、思い血出てるね。なんだかあのポケモン珍しい技を覚えてるみたいなの。あら、普通のポケモンとは違うのか、こんな風に出てるポケモンって。珍しい技。ピーマンくん、ゆっくり近づいてみよう。スライスパッドを少しだけ倒せば忍び足。あ、知ってます知ってます。オッケーオッケー、忍び足だね。怪しいわこれ。任せてくれ。オッケーオッケー。ポチエナゆっくり近づくんですね。忍び足。忍び足。忍び足。バレてないよね。うん。さあ、はい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 。こうやって草むらから出てるポケモンは珍しい技を覚えていて、対戦するにはこうやって忍び足で近づいていかないとダメなんだね。普通の駆け足で歩いていくとバレるんだね。ポチエナ、レベルは5レベル。高いね。最初の道路の野生のポケモンにしたら高すぎる能力だよ、レベルだよ。いいだろ、暗い水鉄砲だ。捕まえないとね。遠吠え、おお。あ、攻撃力が上がるのか。このポチエナの進化は確かグラエナっていうポケモンですよね。結構かっこよくなるんですけど、どうしようかな。オッケーオッケー、とりあえず捕まえようか。最初のポケモンはまあこういうポケモンでいいでしょう。いけ、私のモンスターボール10個あるからね。私10個も持ってる金持ちだ。行こう、捕まえれるか、頼む。うんうんうん、ゲッチュ。いただきました。ピーマン、初めてのポケモンはポチエナになりましたね。この BGM が心地いいね。リズムに乗るね。ポチエナ、噛みつきポケモン、登録完了。あ、出会った回数とか出るんだね。いろいろとなんか上にも表示されてますし。おほほほほ、表情とかいろいろと見えるらしいですな。いいね。さて、もう行っていいのかい、はるか。すごいよ、ピーマンくん。先輩の私でも隠れてるポケモンには、なかなか近づけないのに。オッケー、そういうこと。じゃあ先に行かしてもらうよ。またどこかでいつか会おう。現在はコトキタウンにいるんだよな。これどこ行けばいいんだろう。103番道路行こうか。103番道路からまた新たな場所に行くのかな。フレンドリーショップはいいか。オッケーオッケー。まだこの103番道路で野生のポケモン捕まえてみましょうか。あ、
103万ドル、ああ、そうか、行けないんだ。波乗り必要になるかな、なるのか、こっち行くのは。あ、そうだ、そうだ、じゃあこっちか。オッケーオッケー、わかりました。なんじゃと？何が出てきた？ジグザグマ。ジグザグマ、マジっすか？オッケー、いいでしょう。捕まえてみよう。レベルは3レベル、メスタイプですね。水鉄砲。自死か。いいね。急所に当たった。急所って？メスタイプの急所って、あそこしかないね。申し訳ない。完全下ネタだ。行こう。ジグザグマを捕まえる。これでミスったら最悪だけどね。What？ なぜジグザグマ、マジっすか。なんで今一発で出たんだろう。これ普通に捕まえれるよな。レベル3レベルだぜ。モンスターボールだといえ普通に捕まえれるだろう、これ。オーケー。オーケー。ゲッチ。おいえ、いいね。はい、2匹目のポケモン。いや、3匹目になりますね。ジグザグマを捕まえました。うん。こう、モンスターボールで捕まえても経験値が入るとこっていうのはいいよね。レベルが上げやすい。ジグザグマ、豆だ抜きポケモン、言いにくいわ。かわいいね、ジグザグマ。さーて、じゃあ、こちら行こうかな。うん、こちら行こう。ここはどこになるんだ？ 102 番道路やってまいりました。ここには何がある？あ、なんか下の図鑑のマークが出たよね。押してみようか。ほう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 。図鑑ナビ。この場所に捕まえていないポケモンがまだいるよ。あー、そういうことも表示してくれるんだ。ありがたいね。おー、これ対戦になるか。対戦だね。虫取り小僧か。ちょっと戦闘のポケモン変えてね、他のポケモンとかも育てないと。おお、ジグザグマがなんか拾ってる。何拾ってんの、見ていこう。持ち物預かる。傷薬。有能すぎないかい。そうなんですね。ジグザグマ確か特性でね、こういう歩いてると勝手に物拾ってくれるという特性を持ってるんですよね。いいですね。さてピーマン、初のトレーナーとの対戦、短パン小僧のカズキくんが勝負を仕掛けてきた。いいだろう。ジグザグマ笑わすな、そんなポケモンで私に勝とうと、バカ野郎。100年甘いわ。行こう、ポチエナ。いいね。ポチエナかっこいいし、かわいいね。相手のレベルは4レベル。おー、炎の牙？マジで？あんちゃん、これマジで？いや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 、いきなり炎の牙とか絶対覚えないでしょ。やっぱ普通のポチエナとは違うね。絶対この枠体当たりだよね。いや、すごいわ、ポチエナ。このポチエナ。いいね。急所に当たったらやめてくれ。玉金に当てやがったな。申し訳ない。下ネタだ。炎の牙と行こう。わーお、かっこいい。ほら見て、相手ひるんで技出せないよ。この炎の牙にはそういう能力もあるからね。相手を噛むことによって相手がひるんで痛いよ、攻撃できないよ、みたいなね。うん。ただまずいな、こちらも追い込まれてる。が倒しましたね。危ねえ、このジグザグマ結構強かったな。経験値は48。短パン小僧、カズキとの勝負勝ちまして。弱い。さて行きましょう。お、なんかいる。あら、新種のポケモンだ。これちょっと見えないね。何かわかんない。ポチエナ、ジグザグマではないな。何なんだ、教えてみろ。忍び足。忍び足。お？なんだ、なんだ、なんだんだ。タネボウ！オーマイガー！きたー！かわいいね。これは捕まえないとね。タネボウ、レベルは5レベルか。確かこのポケモン草タイプだったと思うので、炎の牙はかなり有効ですよね。一発で半分以上のダメージ与えれるんじゃないか？おー！ただこの体力ではちょっと、どうだろうかな。硬くなる。あー、防御力上げてきたから多分あと一発耐えれると思うんだ。多分ね。どうだろう。耐えてくれよ。タネボ、タネボ、タネボ！イエス、イエス、イエス、イエス。微妙に残った。イエス。硬くなる。これ防御力を上げる技ですよね。なので先ほどの攻撃一発ね、二発目を耐えれたんですけど、硬くなるを使ってなかったら耐えれることはなかったでしょうね。さて行こう、モンスターボール。トゥン、トゥン、トゥン。ゲッチ。おいえ、いただきました。タネボか。
このポケモンって進化すると何になるんだっけ。うん、どんぐりポケモンですね。オスの姿、登録完了。かわいいじゃないか。草タイプですね、やはり。うん、ニックネームいいや。進化するとタネボーは何になるんだっけ。その辺ちょっと疑問なんだけどな。あ、これまた対戦か。オーケー、来ましたね。おっと、目があったな。お前が合わせてきたんだよ。虫タイプで相手をするぜ、バカ野郎。すぐに蹴散らしてやるわ。私には炎タイプのね、ポチエナがいるんだよ。炎ではないけどね。炎だっけ。ケムッソ。あ、そうだ、このポケモンも捕まえないとね。捕まえてないね。まあ、ケムッソなんてその辺にいっぱいいますからね。別に心配するほどでもない。その辺うじゃうじゃいますから。行こう、ポチエナ。ゲッチ。おー、あと一、ちょっと。あとちょっと腹立つ。微妙に残りやがった。まずいな、ポチエナやられるよ。ゲッチュ、いいねー。これ1匹だけか。あ、イエスイエスイエス。ポチエナがレベル6レベルに上がりました。あ、1匹のみ。ケムッソのみですか。オッケーオッケー。よくそんなんで勝負仕掛けてきたな。こっち3匹おるね。またも謎のポケモンの反応があるよ、これ。なんだろうね。タネボーでも、ジグザグマでも、ポチエナでもない。なんだ？気になるね、珍しいポケモンか？アメタマだ。オッケーオッケーオッケー。うわ、これも懐かしいな。アメタマ、水タイプと虫だったかな？なので、ポチエナは弱点悪い。いや、弱点どうだろうかな。相性悪いかな。とどめ針。のっ！あーち！効果は抜群、ポチエナがやられた。オーマイガー、この展開ありっすか。腹立つは攻撃力ぐんと上げやがったな。許さんぞバカ野郎。私の切り札水五郎を出してやろう。このまま終わるピーマンではない。ただ水タイプなのでね、非常に相性は悪い。相性は良くないね。うん、やっぱりそんなダメージ食らわない。とりあえずね、仲間しないとね。とどめ針のゴリ押しだな。オーケーオーケーオーケー。体力はあと少しじゃないか。こんな時にはこのボールを使おう。トゥットゥトゥモンスターボール。これで君も仲間になるはずだ。来いよ。トゥントゥントゥン。ゲッチュ。オーケー、ナイス。はーい、またまた新たなポケモン、アメタマをゲットいたしました。ちょっと気持ち悪いけどね。可愛いように見えて、実はちょっとキモいっていう。キモカワポケモンですね。足細すぎ、どうやって支えてんだ。はい、アメンボポケモン、オスの姿ですね。オスのポケモンばっかだね。なかなかメスタイプっちのが手に入らんな。ちょっと、オスオスしいね。パーティーが。ケムッソ、ついに来ました、ケムッソ。さて、仲間にしましょうか。まあ、ケムッソはね、この先たくさん手に入るので、別に珍しいポケモンではないんですよね。ただ、今のうち仲間入れておいた方がいいでしょう。このポケモンはね、確か進化すると、なんだっけ、マユルトですか、だっけ。三段進化ですよね。この上にもう一つ進化があって、そしてその上にもう一つ進化。最終的にはね、蝶々みたいなポケモンになるんですけど、アゲハントっていうね、結構有名ですよね。ポケモンのあのアニメのハルカが使っていたモンスターですかね。うん、俺も大好きなんですけど、なのでケムッソの方育てようかなと個人的に思ってますよ。オーケー、ケムッソを捕まえた。簡単に捕まえた。見てなかった。捕まえるシーンを見てないっていうね。話すの方に夢中になってたから。おお、水五郎は新しく泥かけという技を覚えました。対戦きました、これ。いいね。うん、オッケー、いいだろう。お互い初心者ですが、強いのは俺の方が強いからね。その辺要注意ね。まるで一緒みたいな言い方してるけど、全然そうじゃない。俺が必ず勝つ。ポチエナいいじゃないか。いいポケモンだよね。わかるよ、気持ちは。ただ今、私のポチエナやられてるんだ。ポチエナって火のタイプではないよ、ないんだよね。泥かけっちゅうのは食らわないね。ここは水鉄砲のゴリ押しでいいでしょう。ただちょっと水五郎体力が少なめですからね。あ、弱いわ。普通に弱えわ、こいつ。のののののさて、もう残りは体当たりでいいでしょう。はい、ゲッチュ。ポチエナレベル4レベル倒しました。これね、
あまりね、この最初のポケモンだけ強くしても意味ないからね、みんな均等に育てていかないとね。おお、スバメ、懐かしい。マジか、俺大好きこのポケモン。絶対取るわ、絶対取る。まだどこにいるかわかんないけど、出会いがあればいいんだけどね。スバメ、これ進化するとオオスバメっていうねポケモンになるんですよね。非常に使いやすいポケモンですよ。うん、そんなこんな言ってるうちに短パン小僧イサムを倒しました。32円、バカ野郎、安すぎないかい。賞金が安すぎる。100円までっていうルールしようぜ。モモンの実が2個できている。ゲッチュ。あー、この BGM がいいね。トゥントゥルルルン。オレンの実、オレンの実を2個取った。いいね、勝手に取っていいもんか知らないけどね。さーて行こう。あ、これまた対戦か。あ、対戦だね。どっち向いてんだあいつ。真逆向いてたよね。うん、俺こっちいたのにそっち向いてたよね。なんで気づいた。まあいいだろう。おー、かわいいじゃないか。ミニスカートのチカが勝負を仕掛けてきた。かわいい女の子だね。ジグザグマ、好きだね、ジグザグマ。しかし私の勝ちだ。水五郎行こう。あ、でもね、体力はないですから、レベルは5レベルか。いいだろう、水鉄砲のゴリ押しでいいだろう。おい、いいね。レベルも上がってきてるんで若干強くなってますよね。レベル8レベルのままだと体力半分までも与えれないんですけど、9レベルになったことでね、もう一気に敵の体力は半分与えれますよね。いいね。やっち。レベル10レベル、ついに来た、2桁。ただちょっと育て方が煽ってるんでね、偏ってるんで、もっと均等にね、育てていかないと。さて、ミニスカートチカとの勝負に勝ちました。これ下なんかあんのかな？行ってみよう。あー、モンスターボールあるじゃん。傷薬を見つけた。いいね。なんでこんなとこに隠してるんだい。そんな大事なものは出しておいてくれ。あ、はるか来たね。おーい。どうって言われても。図鑑ナビとか忍び歩きとかうまく使えてる。全然問題ないね。使いすぎてびっくりしてるね。うん、ポケモンが近くにいるときに反応する図鑑ナビ、サーチモード、なんじゃそれは。すごく便利だよね。初めて聞いた。何サーチモードって。ん、なんかいいのか。何、どうした。 BGM がなくなった。アゲハント、おお、飛んでるね。普通に飛んでるね。アゲハント。今のアゲハントかな。だよね。アゲハントって野生で出現しなくない？あ、トーカシティ。ピーマンくんのお父さん。千里おじさんがジムリーダーをしてるんだよね。ピーマンの当伴がどうやらジムリーダーをしているトーカ、なんだっけ。トーカなんとかですな。アゲハントの群れを見ましたね。いいね。はい、トーカシティにやってまいりました。じゃあちょっと回っていこうか。お、なんかしてるね。何してんだこれ。うん、なかなかいい勝負だったよ。誰これ。あ、これが千里、いわゆるピーマンの父親になるんですかね。なんかちょっと服装がものすごく、あれだね。若いね。そんな年でもなさそうなんだけどな。OK。ジムの中入りましょうよ。ふんふんふん。当然ですよ。ポケモントレーナーに私はなる。あなた以上のね。あの、僕ポケモンが欲しいんですけど、誰だ。あ、なんか来たね。君は確かミツルくんと言ったよね。ミツル、ほう、僕今日下毛タウンの親戚の家に行くんですけど、一人じゃ寂しいからポケモンを連れて行こうかと思って。ピーマン、話は聞いたね。ミツルくんが無事にポケモンを捕まえられるか見守ってあげるんだ。え、俺？
あ、そう。ふんふん。嬉しそうだね、みつるくん。かわいいじゃないか。ちょっと男ですけどね、俺も。かわいく思えてきた。かわいいね、ほんと。ちょっと髪型おかしいけど。全然問題ない。すぐついていく。お尻に張り付いてるよ、俺は。オッケー、行こう、みつるくん。ポケモンを捕まえるんだね。そうですよ、いたりするんですよ。探してみなさい。お、対戦画面が来たね。あー、ラルトスじゃないか。マジか。ラルトスここで出るんだね。俺も捕まえようかな。まあいいや、それは置いといて、今ミツルくんの番だよね。見ていこう。頑張れ、私の父親のジグザグマ。やられたら面白いので、まあそんなことはないでしょう。うわぁ、ラルトスかわいいなぁ。欲しいね。でもこう見えてオスタイプだからね、メス固定ではないんだよね。オスもあるっていう。さて、モンスターボールを投げるんだ、ミツルくん。いいぞ。ゲッチュ。オッケー、ナイス。いいじゃないか、センスあるね。俺よりうまいわ。俺より全然うまい。びっくりしたね、ミツルくん。センスの塊じゃん。やった、僕のポケモンなら嬉しいよね。わかる、その気持ち。うん、うまくいったかい。ものすごく。俺よりうまかったよ、お父さん。どうしてくれるんだ、立場がねえよ。このミツルくんっていうのはね、多分主要キャラクターになりますよね。僕のラルトス、ずっとずっと大切にしますね。そらよかった。ピーマンさんのマルチポケモンマルチナビちょっと見せてもらえますか。うん、ショット。アップデート。ミツルくん、なぜそんなことしてくれるんだい。ありがたいけどすごいね。プレイナビなんだろうね。プレイナビを使えばポケモンたちを可愛がれたり、トレーニングをさせられたり、PSS で機能を使って友達とポケモン勝負をできたり、なんかいろいろなことができるって本で読みました。本すげえな。有能すぎるね。うん。OK。ミツルくん、さようならだ。私のアドバイスを聞きなさい。お父さん何でしょうか。親父。まずこの先にある金積みシティに行くんだ。金積みシティ。オーケーオーケー。そこで、ツツジというジムリーダーと戦うといい。ほうほう。そうやって各地のポケモンジムでジムリーダーを倒して、ジムバチを集めていくんだ。まあ、ポケモンやってる方ならわかると思いますよね。もちろん私もジムリーダー。いずれピーマンと勝負をするだろう。マジっすか。だがそれはピーマンが強くなってからのお話。確かね、ここのジムリーダー、お父さんっていうのは5個目のバッジなので、それまでの4個倒さないと勝負は受けられませんね。うん。お父さん、わかりました。また強くなって、ここに戻ってきます。次あなたの前に現れる時はあなたを倒す時だ。覚えておいていただこう。じゃあ帰るわ、俺。じゃあ俺も帰るわ。オッケー。じゃあこの機能使っていこうか。うおー、水ゴロウかわいいじゃないか。ちょっと下画面小さくて見にくいかもしれませんが、撫でるってどこでするんだ。撫でてみよう。 OK。 おーかわいいね、水ゴロウかわいい。おーずっと撫でていたいね。 OK。 じゃあ今回はこれにて実況の方終了したいと思います。次回の実況ではね、金積みシティを目指してやっていこうと思いますので、もしよかったらまた見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。